おい、何なんだこの集まりは。悪いマスター、俺たちちょっと見たい映像があるんだ。ホームパーティーのビデオでも見る気か。うちを何だと思ってんだお前ら。まあいいじゃん、開店前で人いないんだからちょっとくらいよ。俺んちはちょっと遠いからここがちょうどいいんだって。それにライブハウスで流しててもおかしくない映像だしな。よし、再生っと。デスティラールのライブ映像か。そういや先週発売だったな。よくわかんないけど、マコトのやつが見とけってうるさくてよ。それで見たら何があるってんだ。いいから黙って真面目に見ててくださいよ。すぐわかるはずですから。はいはいっと。お前ら、店が開くまでには終わらせとけよな。しかし相変わらずすげえな。圧倒的なまでのテクニックとほとばしるような情熱。モニターの小さな画面には収まらない迫力が俺の胸を容赦なく震わせる。彼らの凄さはあのビギニングワールで体感したはずだったが、こうして見るとまた思い知らされる。彼らと俺たちのとてつもない差というものを。そうか、誠が言いたかったのはこういうことなんだな。確かにこれを見ると才能の差ってもんを感じるな。残酷なまでに。ここの政治の鬼引き、こんなのどうやったらできるんだよ。今の練習続けてて、いつかはこんな風になれると思いますか。思うって言いたいとこだけど厳しいな。音楽で食っていけるのは才能のあるほんの一握りのものだけか。聖司みたいな天才は花から俺たちとは物が違うってことかよ。少なくとも練習でどうにかなる次元の話とは僕には思えませんね。デスティラールが練習苦労したって話はほとんど聞かねえからな。聖司なんか特に練習してなさそうだしな。僕らがいくら練習しようとも結局最後は才能があるかないかなんです。トップバンドとか分不相応な夢を見ても仕方ないですよ。音楽は趣味の範囲で頑張る、それでいいじゃないですか。じゃあ僕は帰りますね、勉強がありますので。おい待てよ、まだ話は終わってねえぞ。終わってますよ。そのライブ映像を見てもう結論は出てるじゃないですか。誠の言葉を否定したいが、俺は何も言うことができない。じゃあ俺はディズィーのようになれるのか、オシリスはデスティラールになれるのか。そう聞かれて迷いなくうなずくことは俺にはできないから。皮肉なものだな。あのライブの日に俺たちがバラバラになるのを止めたデスティラールのライブ、それが今オシリスを押し潰そうとしているなんて。